プラス A をご覧の皆様、舞台ドクターブルー、命の距離に出演させていただきます。松下優也です。そうですね。あの、まあ、こういう時期に、僕らみたいな、こういう俳優とか、仕事してる僕らにとっては、あの、まずは仕事があってよかったなっていう、まあ、一つの安心感もありながらも、やっぱ取り扱う内容がとてもリアリティのある、まさに今、 世界中に起こっているいいます。そうですねセリフ覚えは早い方だと思ってるのであの覚え一回覚えちゃえばいいので、まあ、それよりもやっぱそのきっとその僕のやる役だったりお医者さんってあの普通の人には出ない独特の多分職業柄癖とかきっとあると思うんですよね。 ついこれが出ちゃうみたいななんかそういうところまで行かなきゃいけないんじゃないかなって思いますね専門用語を覚えることはそんなにも難しくないと思いますけどはい結構漠然と考えてるんで全然そんなこと想像できてないですけどまあどちらかというと今回やっぱりその感染症だったりをテーマにしてるのでマスクつけてお芝居するシーンも多いと思うのでその ね舞台だったらその微妙なお芝居がなかなかマスクつけてたら表情だったりとか伝わりづらいと思うんでまあそこはまあ医者というよりも一役者として腕の見せ所だっていうか頑張らないといけないところだなって思ってますねはい、えー、今回ですね僕が演じさせていただく役はあの外科医なので実はあの感染症とは分野が違うんですけど。 えー、目の前に起こってる脅威が感染症ということで、えー、自分の分野とは違うところだったりとかうまくいかなかったりとかそういう葛藤がありながらも、えー、みんなと一丸となって戦っていく物語なのであのぜひともあの楽しみにしといてもらえたらなと思いますしあのテレビとかニュースとかで報道されてない その現場のリアルな部分っていうものもこの今回の舞台を通してあの僕らがお伝えできたらいいかなと思いますので、えー、ぜひ見に来てもらえたらなと思いますよろしくお願いします